御両車専用車種のトヨタセンチュリーロイヤル2019年3月26日撮影即位の例祝賀御列の儀においてトヨタセンチュリー特別仕様オープンカーから監修に手を振る第126代天皇特人と皇后政子御両車は日本の天皇及び皇族が乗車するための車両御両とは高貴な人の所有物利用物の意宮内庁は御両車は 天皇皇后両陛下がご常用になる車両と明記しており、本項目では天皇皇后が乗車する近代以降の自動車のご両者を中心的に記述する。なお、他国の王室が使用する車両に対しても、この表記が使用される場合がある。自動車のご両者は、菊の自動車とも呼ばれ、国賓来訪の接遇、国会や地方への行行形などの公式行事のほか、 指摘外出でも使用される。2019年時点では、天皇、皇后用の御両者のナンバーには、皇と品川があり、通例として、公式行事での使用の際には、皇ナンバー車が使用される。皇ナンバー車のナンバープレートは、丸いバッジ状で、フロントグリルの端とリアライトの横に取り付けられており、本来ナンバープレートがある位置と、後部ドアに菊の紋章が表記されている。 また、公式行事における、使用の際にはボンネットに、暮れない後に、金の喫下紋章が描かれた、天皇旗が取り付けられる。天皇、皇后の公的な行行形の際には、トヨタセンチュリーと、トヨタセンチュリーロイヤルが使用されている。ご両車は、宮内庁管理部車場課が保有して、日常の整備と車検を行っており、基本的に、係長クラスの専属の操縦員が運転する。 通常は、天皇、皇后の行皇帝の皇帝の中で両者が、同一の行き先に向かう場合には、五両者の後部座席に並んで座上するが、伊勢神宮に参拝する際には、剣事動座が行われて、皇帝により、天皇の座席の両隣に、天村雲剣と、八坂にまがたまが乗せられるため、同一の行き先でも、天皇と皇后が、別々の車で車列を組んで移動することがある。 基本的に、五両者は、車両交通を厳格に制限するなど交通が完全にあるいはある程度に整えられた上で運用、走行されるものであるが、少なくとも日本国憲法の下で運用される。現在の五両者は、それでも起こる不足の事態として、緊急車両が通行する際は、一般車両と同様、道路交通法第40条に則っ,って、緊急車両に道を譲り、 一時停止などをする。そのようなケースは2019年6月2日の愛知県で実際に起こっている。それまでの偽装馬車に代わり、初めて自動車のご両車が導入されたのは1912年であった。ただし、ご両車の導入によって偽装馬車が廃止されたわけではなく、区内町の乗り物として両車は並存し、大正時代以来現在まで状況に応じて使い分けられてきている。 もっとも、日本国民や国際社会の関心を集めるような、皇室の大きな行事では、もっぱら御両者が用いられるようになって久しい。偽装馬車の主な運用実績を見る限り、平成時代の初期にターニングポイントがあったと思われる。以下に、御両者の代表的車種を列記する。初代御両者と同系、ジョージ五世が使用した車九百十二年の大正天皇の即位時に、 当時の自動車先進国で日英同盟を結ぶなど親密な関係にあったイギリスから輸入されたデームラーランドレー57点に HP が史上初の自動車のご両者となった。デームラーはイギリス王室で初めてご両者に採用された車でありその実績を評価されての導入であった。選定に携わったのはイギリス留学中に自動車レースに出場経験があり、 日本最初の自動車輸入会社、日本自動車を設立、経営していた大倉吉治郎であった。当該五両車は当時イギリス王室に納入されたデームラー最新モデルと同型であり、イギリス王室からの影響の強さがうかがわれる。皇室の色であるため色に塗装され、菊の御門がドアに付けられたほかは特別な装備はなかった。1927年まで使用された。 この車を契機として、皇室には、イギリス車が多く採用されていくことになる。ロールスロイスシルバーゴースト1924年、皇太子、広人新郎と両子女王との結婚の儀におけるご両者1921年に2台が導入されたロールスロイスシルバーゴースト。輸入を受け負ったのは、当時の日本におけるロールスロイス代理店になっていた、東京ガス電気工業。 導入後の1923年に日本とイギリスとの同盟関係は失われたものの、その後、昭和天皇時代の1936年まで使用された。1923年に起きた暗殺未遂事件、虎ノ門事件では、このロールス・ロイスのうち一台が被災者となり、銃撃に対する防御が皆無に等しかったことが問題となった。これは次の代のご両者となった。 メルセデス・ベンツにおける防弾装備充実の一員ともなった。用途廃棄後は、車体は解体され、エンジンは吹き上げ後初内の緊急用井戸の組み上げポンプの動力として使用された後、その後民間に払い下げられ、ラジエーターはドイツ料理のレストランのケテルスのロールス・ロイスに使用された。メルセデス・ベンツ博物館に展示されているもと、 日本皇室も両者のメルセデスベンツ7701932年に導入されたメルセデスベンツ770すでにイギリスとの同盟関係が失われており当時満州事変への対応をめぐってイギリスやアメリカ合衆国などの自動車先進国との関係が悪化していた上メルセデスベンツは他国の国家首脳専用車としても導入されていた 実績が高い評価を受けたことから、ドイツ社で初めて導入されることとなった。また、昭和天皇即位後、初めて導入された五両者となった。なお、ドイツとの間の日独防協協定の締結などを受けて、イギリス製のロールス・ロイズが1936年に五両者から外されたため、その後の第二次世界大戦期を通じて、唯一の五両者として、 またその後も長らく使用された。全長5.6メートル、車重は通常使用でも2.7トンに達する巨大な車でオフ直列8気筒 7665cc の大排気量エンジンを搭載する。標準モデルの770及びスーパーチャージャーを追加した 770K が用意された。当時としては 最新鋭の車種であり、ドイツやその友好国、同盟国の国家原種専用車として多用された車種である。皇室が5両車として採用した車は、スーパーチャージャー非装備の770で、1931年から1935年の間に合計7台が輸入された。ボディは当時の上級メルセデス・ベンツの多くの例に漏れず、 ダイムラーベンツ自社のジンデルフィンゲン工場が内製しており、鉱石内装には、区内省から供給された西陣織が使用されていた。7台のうち2台は、日本に到着後、陸軍砲兵交渉で、防弾装甲ボディに改装され、4トンを超える重量級となり、横浜ゴム製造製の特殊タイヤが後に使用された。1台が、戦時中に、戦災消失した。戦後、 ため色のベンツ、ため色の車と呼ばれ、戦後間もなくの巡行でも使用され、昭和天皇と共に全国を回り、当時の日本国民の目に触れている。また、2台が、車体後部を改造されランドレー型となった。この改造は、富谷流一のデザイン案に基づき、柳瀬自動車が受け負った。これら五両車は、1959年4月10日の皇太子秋人新皇、 正田道子結婚の儀など、新語両車が導入された後も引き続き、1968年に至るまで長期間にわたって使用された。台数が6台と多く揃っていたこともあり、ランドレーへ改造された車を部品取り用に解体するなどの手段で未改造車の延命策が取られた。なお、1971年に1台がダイムラーベンツに寄贈され、 現在も同社の博物館に展示されている。キャデラック75リムジン1951年に導入されたキャデラック75リムジン。第二次世界大戦終結後にイギリスやアメリカ、ソ連などの連合国の占領下にあったため、連合国軍最高司令官総司令部には正式な御両者という形ではなかったものの、ロールスロイスシルバーレースが導入され、 1961年にも、ロールスロイスファントム V が、追加導入されたため、このキャデラック75リムジンはむしろ早期で引退した。日産、プリンスロイヤル日産、プリンスロイヤルは一般向け販売はされないご両社、専用車種で1967年に導入された。初の日本製ご両社として、後に、 日産自動車と合併したプリンス自動車工業が開発、製造した。ほぼ手作りに近い品質管理が行われ、内装も西地盛りをふんだんに使用するなど最高品質が追求された。宮内庁と外務省11月から翌1981年3月にかけて1台が新大社対応のワゴンタイプに改造され、昭和天皇の体操の例などで使用された。 イギリス女王エリザベス2世やアフガニスタン国王、ザヒル・シャー、インドネシア大統領、スカルのアメリカ合衆国大統領、ドナルド・レーガンをはじめ、各国の要人を乗せたほか、第125代天皇・アキヒト公の即位の例などで使用され、戦後の重要な役割を果たした。これまでの車種の中では、最も長く使用されたが、2000年代に入り、経年劣化が進んだ上、 部品の調達が困難になってきたことなどを受けて2004年に製造元の日産自動車が宮内庁に用途廃止を願い入れ後継車種の導入に合わせて引退することが決まった2012年現在3号車が昭和天皇記念館に展示されているトヨタセンチュリーロイヤルトヨタセンチュリーロイヤルは一般向けには販売されない5両車専用車種で2006年に 導入された。国会開会式、全国戦没者追悼式、国品接遇など、特に格式の高い公式行事で限定的に使用される。2006年7月に標準車1両が5250万円で、区内庁に納入され、8月15日の全国戦没者追悼式から使用される予定であったが、9月28日の 国会開会式に出席する際から使用された。2007年9月には、防弾性能等を強化した特装車2両が1台、あたり9450万円で納入され、翌2008年5月から使用された。2008年に、新台車1両が納入され、最終的には、プリンスロイヤルよりも1両、少ない4両体制となった。ホンダインテグラ条項、秋人や、 他の皇族の多くが車好きとして知られ、秋人は皇太子時代にプリンスグロリアを愛用していたほか、学習院の学友のアルファロミオ1900を運転したエピソードもある。以降の愛車として知られているのは1991年式のホンダインテグラであり、天皇在位中に皇居内で皇后未知子を助手席に乗せて自ら運転したこともある。 皇太子時代の特人一家用として、センチュリーの他に、トヨタアルファード、秋篠宮一家用として、三菱、ディグニティ、アルファード等が使用されており、ディグニティは公式行事にも使用される。なお、踏み人は、フォルクスワーゲンタイプ1を愛車としていたこともある。これらのご両者には、一般的なナンバープレートが取り付けられる。ご両者も、道路運送車両法11条1項及び、 第19条が適用されるため、ナンバープレートを取り付けなければならない。しかし、公式行事用のご両者には、一般のナンバープレートの様式に関する規定は、適用されず、専用のナンバープレートが別途定められている。この専用のナンバープレートは、直径約10センチメートルの円形で、銀色のなし字に、漢字で、項の一字とアラビア数字が、金色で描かれている。 なお、ご両車であっても、道路運送車両法4条は適用されるため、車検の対象になり、保安上の理由から、区内庁管理部車場課の自動車パンに所属する自動車整備士の資格を持った職員が、町内の工場で車検、整備を行う。東京運輸支局で発行された自動車検査証も存在し、登録番号が、広一などとなっており、検査証状の所有者は、 区内庁である。登録上は自家用車となるため車庫証明も必要で、自賠席保険の契約締結、自動車重量税の納付が必要であるが、自動車税は地方税法の規定により免除となるところは、自治体等が保有する一般の公用車と同一である。天皇、皇族の公式、準公式移動には、サポートや警護のため、 国内庁等の関係職員が多く随行する。この種の目的で、国内庁は随行員を乗車させる。部,部署も保有し、複数台をご両者前後に走行させる。その用途には、車格と性能の面からご両者に次ぐクラスの高級車を用いる事例が多い。自動車評論家のいがら平道は1959年3月。 皇居の区内庁管理部の自動車保険額を認められ、ご両者として運用されていた、キャディラック75とロールスロイスシルバーレースを撮影しているが、その当時の区内庁で区部車として多く保有していたのは、1930年代の黒塗りパッカードセダンで、いがらが実験しただけでも20台があり、アメリカから日本への自動車輸入が停止された1938年より、あと、 戦時中の戦地路角車両が出所と思われる1940年モデルも混じっていたという。1920から30年代のパッカードは高品質と上品さから日本の上流階級や観光庁に高いステータスを得ており、その流れを反映したものであった。また戦前日本でパッカードに次ぐ社格を認められていたビュイックも、 保有されていった創業者の柳瀬長太郎が自動車輸入禁止の発動必至と見込み、その前に観光庁用として多数輸入確保していたという1938年モデルであった。また、当時、車格の面では遥かに劣る戦後に本製の1 5 0 0 c c 級乗用車格車も導入が始まっていた。なおパッカードが増える以前には1935年に 倒産したやはりアメリカの最高級車メーカー、ピアスワローの大型モデルが好んで用いられており、1959年訪問時点でも、1930年式、ピアスワローの信頼車がまだ、ナンバープレート付きで保管されていたという。これらの内戦前製大型モデルは必要に応じ、代用語両者、貴品車として用いられることもあった。この点は口実する。 後続の通常公務用車に近い。1960年代に入り、2000cc 級かそれ以上の大型乗用車が国産化されるようになると、それら国産上級セダンが不武者用途に用いられるようになった。その流れは2010年代でも続き、通常型のトヨタセンチュリーなどが随行に用いられる事例が多い。ありがとうございます。